島を代表する離島、石垣島。見渡す限りの青い世界が旅人を癒してくれます。乗りたいと思うんですけれども、私全く未経験なんでちょっと不安でいっぱいです。でも精一杯頑張ります。イエーイ。ではよろしくお願いします。まずいろいろカヤックについて教えてほしいんですけれども、はい、まず何を、学べばいいでしょうか。学ぶことはないです。気合だけです。気合だけですか、はい、気合とルックスです。ルックス、はい、待って、ルックスは私は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、よかった、はい、ちょっと曲がってドキドキしました。ルックスは OK をいただいたので、あとは気合のみ。果たして無事カヤックを操れるか。じゃあ今日はですね、リサちゃんに乗っていただくカヤックはこちら、はい、おーオールスケルトンタイプのクリアカヤックです、はい、すごい、はい、スケルトンですね。シースルーと言います。シースルー、はい、カヤック。本当に全部透明、うん、これ全部下、サンゴとかね、お魚すごい見えます。はい、じゃあパドル。はい、どうしよう。カヤック初挑戦のリサちゃん、まずは練習を兼ねて目の前のブイを目指し出発。ところがブイから大きく外れて、おい、どこ行っちゃうの。助けて。と絵に描いたような不安を残す展開でしたが、気を取り直し先生に教わりながらゆっくり進んでいくと、なんと上手に漕いでいるではありませんか。リサちゃんとってもいい感じ。できました。しちゃいましたね。もうどこへでも行ける気がする。あれ、奥までこの高山、あれが一番高山ですか。左見れば、右見れば山。元気、うん、それも山も見れて絶対ですね。ところでリサちゃん、海中の眺めは？すごいですね、本当に全部見えます。え、ナマコですよね。と、その時、あ、お魚、わー、すごい、お魚だらけだ。わ、なんか私ほんと感動してるかも。青い綺麗な水が、感動の体験ができたリサちゃん。しかし、間もなくカヤックの旅も終了。
海からしか行くことのできないビーチに上陸です。すごい、あの透明のスケルトンなので熱帯魚もすごい綺麗だし、やっぱりサンゴとかもいっぱい見れて、うわーって目でも楽しめて何倍も楽しめました。手軽に楽しめる大人気のシーカヤック、すごい情緒ある雰囲気ですね。ちょっとでは中に入ってみたいと思います。すごいな、こういう岩とか、石垣市なんとかなんとか石垣島に移り住んだ指物職人、ちょっと読めないかも。縁側もすごい綺麗ですね。まるで時代をトリップしたかのよう、当時を忍ばせる素朴な品々が並びます。なんか青森とか飲んで海ぶどうとか食べて三線を聞いて癒されたいですね。いいな、ここに気持ち。リサちゃん、この魅力にハマったご様子。なんかいろいろ沖縄体験ができるという噂を聞いて来ているんですけれども、まあちょっといろいろと散歩をしてみたいと思います。三線の音が聞こえますね。誰が弾いてるんだろう、ちょっと気になりません？行ってみますか。綺麗な音、もう大好き三線。いやー、花が綺麗。こんにちは、すごい。お名前は柿の花健也です。あ、柿の花健也さん、はい、あの実は、はい、私も小さい頃から民謡をやっていて、それで最近三味線も習い始めたんですよ。はい、じゃあよかったらこっちの三線弾いてみますか。いいんですか、はい、やった、嬉しい、よろしくお願いします。はい、お願いします。人差し指を中に入れて、これは三線の弦を弾く爪。意外と軽いですね。ね。わあ、鳴った。嬉しい。難しい。一番上のこの太い弦で、はい、ウーズルって言うんですね。男弦って書いて。男弦でウーズル。はい、中指で、はい。なるほど。場所によって押さえる指が違うんですね。そうですね。ちょっとやっぱ三味線と全然違いますね。あ、面白い。すっかり夢中のリサちゃん。続いて実際に弾いてみます。中、次こうですね。次は C です。で上は人差し指です。はい、もう一回いきますね。はい、次 I C 上、そうですね。おー、名前が独特の、押さえる場所が ね、独特の名前なのでちょっと混乱するんですけれども、面白い。はい、リサちゃん、なかなか様になっていますよ。さすが三味線を習っているだけのことはあります。それではいよいよ八重山民謡に挑戦です。習いたてということで、今回は前奏部分のみのチャレンジですが、なかなかいい音色を奏でていますよ。バッチリですね。あ、ありがとうございます。すごい楽しい、もっと教わりたい。初めてやるんですけど、初心者にしては上達だったと思います。ありがとうございます、お褒めの言葉をいただきました。前奏しか
難しくてできないんですけれども、いやでもすごい楽しいです。本当に三振の心地よい音色にすっかり癒されたリサちゃんでした。That was when I ruled the world.